皆さんこんばんは。つながるラジオのお時間です。お相手は松山秀和です。どうぞよろしくお願いいたします。この後6時までの約30分間、皆様最後までお付き合いください。この番組はみんなとつながる広がるをテーマに、青森県の津軽からお届けしております。はい、ということで、2月も下旬に差し掛かりました。つながるラジオのお時間です。今日もよろしくお願いいたします。ということでですね、今日もですね、なんと、ゲストをちょっとお迎えしておりましてですね、前回、伊藤直也さんにもちょっとお出にいただいたんですけども、それに続きまして早速ゲストをお迎えしておりますので、ご紹介していきたいと思います。はい、今日はですね、講座ビジネスを一緒に作るコンサルタントを手掛けていらっしゃいますね、やってらっしゃいます、エルダーコーチング代表浅見由美さんに お越しいただきました。ありがとうございます。浅見由美と申します。よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。ちょっと緊張しますよね。いや、緊張もバキバキにしてますね。大丈夫です。僕も甘噛みもう3回ぐらいしましたんで、この間でそうですね、はい、確認いたしました。そうですねって言わないでください。噛んでるなと思いながら。いや、そうなんですよ。もう噛んだらいけないと思うと、もう噛んでしまうんですよね、はい、なので噛んでもいいやって思いながらやったら余計噛むっていうね。結局噛んでるみたいな。そうなんですよ。結局噛んでるんですけどね。今日は、そんな甘噛みをしながら、やっていきたいと思うんですが、はい、今日は浅見由美さんをですね、ちょっとお迎えして おりますので、まず浅見さんとかですね、プロフィールというか、まあ、簡単な自己紹介をちょっと簡単でも結構ですので、はい、していただければなと思いますけども、よろしいでしょうか。はい、承知いたしました。そうですね、私ご紹介先ほどいただきました講座ビジネスですね、一緒に作っていく、コンサルをやってるんですけど、起業をしたりですね、はい、新規事業を作ろうって考えられる方のサポートをさせていただいております。はい、今先生業であったりコーチコンサルとかカウンセラーですね、皆さんのスキルが頭の中にあって、サービス業なので目に見えない、物販ではないので目に見えないので、それを全部引き出して可視化することで、カリグラムだったり講座だったりっていうのを作っていきましょうというサポートをさせていただいております。おー、なるほど。なんかこう講座を一緒に作ってくださる方っていうことなんだと思うんですけど、はい、あまりこう私も聞いたことがないビジネスモデルだなっていうふうに思うんですが。どうしてそういった講座を作るビジネスにこう至ったというか、はい、まあ、これまでのこう経歴なんかもじゃ含めてお伺いさせていただきましょうかね、はい、そしたらこれまでこうどんなことをお仕事でされてらっしゃったんですか。まあ、直近まあ10年間ですね、教育会社に勤めておりまして、まあ、全国でちょっと大きめの名前の知れたそこそこの会社に入ったんですけれども、はい。その会社ですとやっぱり 教育ビジネスなので、教材を常に作っている会社でして、まあいろんなお客さんからニーズをヒアリングして、その方に見合った教材を作っていくっていうことを10年間やっておりましたので、まあそれはずっと会社の中でやっていたんですけれども、もうちょっといろんな方を求めている方っていうのを、それをサポートできるんじゃないかなっていうところで、今は私はもう個人でサポートさせていただいてるんですけれども。なるほど。もともとじゃあ会社員時代にそういう講座を作るっていうのがもうメインのお仕事にされてらっしゃったんですね。そうですね、まあ、会社そういった会社だったので、まあ、そこにたまたま私が10年間携わってやってきましたよっていうところから、うん、今は個人でサポートさせていただいておりますね。いやー、すごいですね。なんか私も会社員時代がこれでもあったんですけど、はい、これでもそうなんですよ、今こんなんなんですけどね。でもやっぱり、いろんなその従業員向けさんの講座、はい、まあ、研修といいますかね、はい、そういったことだったり、あと私もこう研修をさせていただくっていうのは会社員時代にも、はい、
あったんですけど、やっぱりこう自分で作り上げていくっていうよりは、まあ、ひな形フォーマットがあって、まあ、それにちょっとこう沿ってお話をすると、まあ、効果的なこう最大のこうなんですかね、効果が現れますよみたいなのがあったんで、まあ、誰でもそこっていうのはこう話す人は誰でもこうある程度できるようになっていたなっていうのが印象的なんですけど、やっぱりこう皆さん、由美さんが作ってらっしゃるのもこう企業内向け研修もあれば企業外向けの研修もあるっていう、そんな感じだったんですかね。企業向け、そうですね、おっしゃる通りですね、はい、ありああ、まなしるたほね。ど。じゃあ、なんかこう、講座を作るっていうのって、なんか結構、なんですかね、まあ、僕も今、セミナーを少しやったりするんですけど、なんかこう、そうなんですね。難しいなってやっぱちょっと思っちゃってるところもあって、なんかやっぱ組み立て方っていうのが、なんかやっぱこう、コツみたいなのが、こう、ユミさんの中でも、あ、これまでの経験やっぱあるんですか？そうですね、ありますね。まあ、ある程度、フォーマットみたいなのもあるとは思うんですけれども、まあ、業種とか業界とか、まあ、どういったお客様にっていうので、やや組み方っていうのは変えていくので、そこはまあ一緒に作っていければなと思ってるんですが、やっぱりそういうのって、皆さん、専門が、講座を作るのが専門ではないのでそうですよね。そうなんですよ。いや、餅は餅屋でっていう。なるほど、確かに。やっぱり安心安全でお任せした方がそこはいいですよね。そうですね、サポートさせていただいております。ああ、なるほど。なんかいろんな多分業種の方々のそういうサポーそうでトすをね、これまでされてらっしゃるのかなと思うんですけど、まあ、社名まではちょっと難しいかもしれませんが、どんな業種の方々のこう講座を作ってこられたんですか？先生業ですね、修行さんともしくはカウンセラーとかですね、昨日お話しさせていただいた方も、これからもビジネスを作っていきたいという方だったんですけども、自分の経験とかスキルとか知識をですね、形にしていきたいということだったので、まあ、おそらくもそういった先生業としての講座ビジネスっていうのを始めていかれるのかなというところ聞いておりました。なるほど、なるほど。資料の先生とカウンセラーの方とか。あ、じゃあ、そうでもうすそこだけでね。も結構幅広いですもんね。そうですね。もう本当に経験と知識を可視化させてカリキュラムにしようってことなので、まあ、コンサルの方もそうですね。あ、いコらっンしゃいサまルすのね。方も。なるほど。会社員時代もあれですか？やっぱこう、資料の先生とかが多かった。それともなんか結構、いちょっとや、幅広会く。社員時代、私が個人でやる前の会社員時代は、まあ、いろんなメーカーさんもいらっしゃいまして、まあ、どちらかというと教育で使いたい、教育人材育成のためにカリキュラムを組みたいという方が多かったですね。いやー、なるほど。いや、実はね、私も先日、由美さんから自己紹介の文をいただいて、ちょっと拝見したら、過去のそのごパ支援クっさたれやつた、そう、パクったやつ。いいんですよ、いいんです、全然。私のね、真似をしてくださって、作ってくださそうっですたね。ものがあるんですけど、いや、これ素晴らしくて、そこの中に、ね、書いてあいえいえ。るものが、会社さん拝見しましたけど、まあ、知らない会社ないぐらいな感じですよね。こ本当れでますでの。か。そうですね。ちょっと名の知れたところはサポートさせていただいておりましたね。大きい会社、ありがたいことに。いやー、だからそこでのやっぱり経験っていうのが、多分その今のお仕事というか、エッセンスがふんだんに入ってきているんだろうなっていうのは、もうすごくその の資料を見るだけでも、すごくすぐ分かるような感じでした。ありがとうございます。フォーマットはちょっとパクらせていただいて、松山さんの 自己紹介を拝見して、そのまま、そうなんですよね。なんか先日、そさのおせていた話をだきました。ね、させていただいたときに、私は自己紹介を勝手に送りつける人なんですみたいなことですね、話をして、由送り美つさけんにていたもだいて。ね、ご多分に漏れず送りつけまして、そあれを。のすごく分かりやすくて素晴らしかったので、これいいなってやっぱり私も思いまして、やっぱありが大とう事ございでますよね。人とお話しするときって目で見えた方が伝わりやすいところもあるので。
いやそうなんですよね、うん、なかなかこうこれ限られた時間だからね、すべてお伝えすることってやっぱなかなか難しいし、はい、うん、でまあ読む読まないはね、あのお相手の選択なのでそうですね、勝手に送りつけちゃうからそうです、もう送りつけちゃうんでね、あの本当送りつけ詐欺って僕は呼んでるんですけど、ユミさんのは違いますよ、あ僕は送るのは詐欺なんですけどそうですね、私もそれに乗っかっていこうかと。いやいやいや、もうあんまどんどん乗っかってくださいなるほど、まあそんなね、その講座をこう作っていくというような、はい、ご支援をされている、ユミさんでいらっしゃるんですけど、はい、ご自身で独立されたのはいつぐらいでいらっしゃるんですか。はい、2023年の去年ですね去年なんですね、はい、去年の夏ぐらいですね、はい、夏、あ、じゃあ今年、はい、あ、ちょっと半年は経ったとこですかね、そうすると、そうですね、半年ちょい、そうですね、あ、おめでとうございます、ね、そしたらおめでとうございます、ありがとうございますでもそもそもその会社員からまあ、はい、起業に至るというか、はい、そういったのってか結構勇気のいることなのかなと思うんですけど。ああ、そうですね、確かにご相談いただく方もやっぱり悩まれますね、脱サラして起業したいと思ってもやっぱり踏み出せなかったりですね、ありますよね。んですよね、うん、ユミさんご自身が、はい、やっぱり起業しようと思ったその至るきっかけというか思いってどんなところだったんですか。はい、うん、そうですね、まあ、単純に、まあ、一つだけ明確なのは、まあ、私が病気をしていたっていうところなんですけども、まあ、30代はがんが発症しました。32歳ですね、がんが分かって、まあ、そこを初めてがんが分かった時に、初めて手術台に乗った時に、私サラリーマンって私の人生良かったのかなみたいな、このままもしかして人生が終わるかもって、もう本当にそういう状況だったので、考えた時にちょっと悔しかったんですよね。これじゃあ後悔するなと思ったので、じゃあ本当に私が生きた証じゃないですけど、人様に役に立てたって思えることがしたいなって考えた時に、私はそこには起業っていう選択があったので、起業をして皆様のサポートを全力でしていきたいなと、今も思いながらやっておりますね。なるほど。いや、ちょっとこうびっくりするようなお話ですよね。こう32歳で、そうですね、がんを患われた。はいですね、いや、そうですね、びっくりされましたよね、当時は。そうですね、衝撃的でしたね。いつかはなるかなみたいなのは、やっぱり日本人って2分の1はがんになるっていうので、はい、思ってましたけど、まあ、30代ってでは思ってなかったですね。早いなと思いましたけど。いやー、早いですよ。早いですね。早い、まあ、ちょっと先に、はい、ああ、そうそうそう、大丈夫です。でもその分、早めに考えるきっかけを与えられたのかなと思って、まあ、それからだいぶ時間は経って、もう今はアラフォーですけど、早めに考えるきっかけをいただいたっていうのがあって、今こういうふうに自分で仕事をできてるっていうところありますね。32歳で、まあ、今先にね、ちょっとお話すると、今はこう、ご病気からは、きちんと治られて、まあ、無事復帰されてということで、はいはい、したよね、それで。そうですね、30代はちょっとがんとお付き合いしながら生活してましたけど、今は綺麗に亡くなっているという判断のもとで動いておりますね。いやー、だからその32歳でやっぱりこう死を意識したっていうのが非常に大きな経験になってらっしゃる、はい、うんうん、そうですね、はい。いやー、ちょっと、いや、私はちょっとこう想像がつかない、世界というか、なかなかそうですね、なかなか死を本気で考えるってことはないと思うので。そうですね、うんうん、じゃあそこからやっぱりこう独立とか、やっぱ起業とか、やっぱ自分の人生っていうことをこう考えるきっかけになって、はい、まあ、今、こういった講座を作る、うん、まあ、ご支援をされていらっしゃることなんですね。そうですね、いや、まさに、すごいですよ。いやいや、いやいや、ちょっとそのご病気してた時っていうのは、はい、やっぱりなんすかね、前向きになかなかなれないんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、その辺ってこうどうやってこう超えられてきたんですか。病気の時、そうですね、やっぱ最初の段階は受け入れがたかったですね。まあ、最初親より先に行くなんてとか、
どんだけ私親不孝者なんだろうねとか思いましたし、親になかなか言い出しにくかったですね。そのなんていうのは、ただまあ生きれるかもしれないって可能性が見あったので、そこの可能性にはかけたかったですね。いやーすごい、いやすごくひょうひょうとねお話しされてらっしゃいますけど、いやもうとてつもないご苦労がきっとあったんでしょうし、はい、いやいろんな思いがね、葛藤だったりとか、はい、まあ寂しさとか、うん、絶望感もきっとあったでしょうし、はい、いやもうそれは本当に想像を絶することだと思うんですけれどもいや多分だ思うのはですね、やっぱだからこそ、はい、なんですかね、やっぱこう今があるっていうことなんだろうなと。まさにもう本当、でも人生はやっぱ有限なので、先ほどの松山さんおっしゃってたみたいに、起業してみたいけど脱サラしにくいとか、やっぱり思いがあるんだったらそれにチャレンジしてってもらわないとやっぱりもったいないなって思って私は見てますけどね、人生の有限さを見て。確かにそうですね、うん、まあ、私もそういうふうにこう自分で会社を飛び出して、まあ起業した人、はい、まあ端くれにはなるんですけど端くれ端くれですね、端くれの一番端っこのやつですねいやそれでもやっぱりね、やっぱ困りますし、うん、悩みます、はい、うん、やっぱ会社員時代ってやっぱお給料が、はい、まあ、自動的に、うん、はい、まあ、その日になれば入ってきた、ね、っていう生活だったじゃないですか、はい、うん、はい、でそれからちょっと離れてね、やっぱこう自らの力で稼いでいくっていうふうなことを意を決したものの、うんうん、はい、でもやっぱりそうそう最初からうまくいくわけでも全然なくて、そうですよね、はい、そうおっしゃる通りですもん。で、珍しいですよね。いやそうですよね、だからこう、はい、誰かに相談したいんだけど、でも相談できる相手がいないっていうのは、はい、うん、結構あるあるなのかなと、うん、思うんですよ、うん、で確かに。ユミさんとこうお話しさせてもらって、あ、これはすごいなと思ったことが、はい、ご自身の、まあ、お相手のお客様に、ね、まあ、クライアントさんの、ね、はい、お客様の強みをこう徹底的に洗い出していくみたいなことをおっしゃってたんですけど、はい、はい、これってなかなかできないと思うんですよね。強みを見つけるときってどういうふうなことをこう気をつけてらっしゃるんですか。気をつけること、はい、気をつけること、気をつけることはそうですね、まあ、とにかくお相手のお客様のお話しか聞かないですね。私の話は特に聞かれたらしますけど、その方の強みとか、まあ、能力とかスキルとか徹底的に洗い出すので、逆に私が質問攻めをして、まあ、コーチングのメソッドなんですけど、質問をしてそこに答えてもらうことで、まあ、経験だけじゃない、その先の奥の中にある本当の思いみたいなところから引き出して、じゃあ今までそれなんでやってきたのかなとか、じゃあ今後どうしていきたいのかなっていう思いから引き出していってますね、っていうのは気をつけながらやってますかね。あなるほど、思いってやっぱ大事ですもんね、はい、確かに。なんでその人がそれをやろうとか好きになったんだろうっていう、はい、必ずありますものね、根っこ。そうですね、はい、はあ、いや、そこが、はい、ぶれてくるとやっぱり起業しても新規事業立ち上げても途中で諦めたり続かなかったりしますね。なるほど、やっぱそうですよね、はい、いやすごくわかります、うん、僕も強みがわからなくて、はい、もう本当ですか。いやそうなんですよ、わからなくていや出てますよ、いろいろ強みが。え、にじみ出ております。え、どこに。そう、でも強みって自分で気づかないんですよね。8割は気づいてないって言いますね。2割しか分かってない。あ、やっぱ強みはなんですか。はい、いやだから分からないですもん。はい、由美さんと最初にお話した後も、いや松山さんすごくお話がお上手でしたよって褒めてくださったんですけど、はい、全然そんなこと思ってないから、はい、えっていう、はい、そうなんだっていう感じですよ、うん、私毎月30、50ぐらいの方とお話ししてるんですけど、はい、もうピカイチでお話が上手だったので。本当ですか。スムーズ、あー、非常に話しやすいお方だなと思いました。嬉しい。ちょっとラジオ番組でもやろうかしら。本当ですね、そろそろ始めた方がいいかもしれないですね。
すいません、乗っていただいてありがとうございます。いやだからそういうことだと思うんですよね。なんか自分では全くそうじゃないと思ってることが実は、はい、ユミさんの目を通すとそれってなんか強みなんですよってこう告げ返してもらえるだけでも、はい、結構これって大きい効果だなと、はい、うん、自分のこう自己肯定感が上がるというかビジネスまでいかなかったとしても、うん、はい、大事ですね。大事です。やっぱ大事ですよね、はい、うん、すごいですね。やっぱ嬉しい気持ちになるっていう感覚を味わえたんですよ。私も、ラジオも始めたくなりましたしね。いやそうですそうです。ラジオも、もう、もう一本やろうかな。ぜひぜひ。いや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 。だからそういう感じで強みをこう見つけていって、で、その、まあ、なんとなくじゃあ、お相手さんが、こういう講座を作りたいっていうものが、まだ全然漠然とした状態から、ユミさんのお話を聞きに行くっていうことでも全然大丈夫なんですかね。ざっくばらんにお話ししながら、どういったところにポイントがあるのかとか、その方の考え方とかですね。いうのを一緒に整えていきながらお話し進めていく感じですかね。なるほど。じゃあ、言葉的に適切かどうかわからないですけど、まあ身を委ねて、まあ委ねてしまっても安心ということですかね。はい、じゃあそこは安心してください。身を委ねてください。いいですね、いいですね。いやいや素晴らしいと思います。いやだからこういう方ってやっぱね依頼と思いますよ。うん、最後まで講座を作ってくださって、はい、で、はい、その講座のそのノウハウっていうのもまあ いわば一流企業をお相手に作ってこられた、はい、実績が終わりの方でいらっしゃるわけですから、はい、ありがとうございます。恐縮でございます。いやいやいや、いやいやいや、とんでもないです、とんでもないです。なんかね、他にもなんかいろいろコミュニティの運営なんかもされてらっしゃるって少し見ましたけど、ね、ちょっと簡単にどんなコミュニティ運営されてらっしゃるのか聞いてもいいですか。はい、やっぱり先ほどお話ししました、されてましたけど、やっぱり仕事を起こした時って横のつながりがなくって不安だったりとか、自分一人でやってるけどどうしてこれでいいのかなとか悩みって尽きないので、やっぱ同じような境遇の人もしかもそれを得て今伸びてる方っていう方で集まっていくと、やっぱ心の不安だったりとかその先の伸びとか学びっていうものがあるので、外部のそのすでに成功されてきた方々であったり、いろんな修行さんであったりとか、やっぱり起業した後は税理士さんが必要になってくるので、そういう方からお話を聞く機会であったりとかですね、学びの場っていうのを作ってコミュニティを運営しておりますね。ああ、でもそれは素晴らしいですね。ちょっといや、やっぱ結構最初悩む場所って一緒なんだと思うんですよね。本当、はい、皆さん一緒ですね。共通してます、やっぱり。その吐き出せる場というか、うん、こう相談できる場って、うん、こう誰しもがに話せないこともやっぱりあったりしますけど、うんうん、同じ境遇の仲間だったら話せたりすることもありますよね。はい、そうですね。特に講座ビジネスっていうのを作っていくっていうのをサポートしてるので、講座ビジネスやっぱ最初この講座でいいのかなっていうモニターさんとかも欲しかったりするんですよね。そのコミュニティの中で相互支援し合えるので。なるほど。そういった、はい、そういった場でもありますね。確かにこう作ったはいいものの、うん、これってこうもっとブラッシュアップしたいけど、いきなりなんかね、こう世に出すのも少し怖いぞっていう場合は、はい、そのコミュニティの中でやることができる。そうですね、練習しながらおしゃべりしながら上手に、やっぱ講座っておしゃべりをするので、こういう言い方で刺さるのかなっていうのを試しながらやってる感じですね。いやーすごいですね。いやそういう場を提供されてらっしゃるっていうのもすごいですし、なんか今思ったんですけど、ユミさん自体がやっぱり話すのうまいですよ。はい、全然ですよ。いやそれはやっぱり松山さんがおしゃべり上手なので、ピカイチ上手なので。いやいや、あんまり持ち上げても何も出てきませんのでね。もう一つラジオの曲が増えるかなと思ったんですけど。あ、そうですね、もう一度その番組持ったら、じゃあもう一度ゲスト来ていただいて。わかりました。いやーでもなんかそんな困難なんですけど、あっという間です。もうエンディングのお時間になりましてですね。はい、早いですね。もうあっという間なんですよ。はい、なんかこう今日はね、こう浅見由美さんを迎えして、はい、まあ、講座を作っていくっていうことこそサポートをされていらっしゃる、そのお仕事に対してとかですね、なんかいろんなこれまでのキャリアとかちょっとお話いただいたんですけども、はい、なんか
他にもうちょっと話しときたかったってことがあったらですね、ぜひ、まだ2分ぐらい話しときたってことですかね。特にはないですか。じゃあ逆にあの、はい、ユミさんとここお話ししたいよっていう場合は、はい、なんか、はい、SNS なんかで気軽につながっても大丈夫だもん。ああ、もちろんです。はい、嬉しいですね。いろいろお話ししていきたいです。はい、 ありがとうございます。じゃあ、インスタが一番スムーズですか、フェイスブックとかですかね。そうですね、インスタもしくはフェイスブックだと一番スムーズですね。ちなみに、フェイスブックはお名前何で検索すれば出てきますか。そっか、その名前がですね、検索しやすいのがインスタなので、インスタグラムでひらがなであさみゆうみって入れていただければすぐに一番上に出てきます。はい、じゃあインスタグラムで、ひらがなであさみゆみと、はい、検索いただければ、出てきますということなので、そこからちょっとフォローいただいて、はい、やり取り始めるのもいいですし、今回こちらは YouTube でもね、はい、配信をさせていただいて、はい、YouTube の画面上にもちょっと QR コードをですね、載せます、はい、今ユミさんの下に出てますんで、あ、そうなんですねそちらもちょっとからも読み込んでいただければなというふうに思います。ラジオの皆様ですね、インスタであさりゆみさんと、はい、ひらがなで検索いただければなというふうに思います。ということでですね、今日はあっという間でしたけれども、お時間になりましたのでお別れの時間になりますけれども、はいまたちょっとぜひ遊びに来てください、はい、ラジオの方にも。ありがとうございます、楽しかったです。また遊びに来させていただければ嬉しいです。あ、ぜひぜひお待ちしてますので、はい、あの本当ね、緊張されると思うんですけど、はい、次回はもっともっとラフにあのやれると思いますね。もう手びっしょりですよで、そんな緊張してるユミさん、その次回は、ね、ラフなユミさんも、はい、見れるかなと思いますので、はい、では今日は、はい、あさみゆみさんをお迎えしました。本当ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、皆さんまたお会いしましょう。来週です。失礼いたします。します。